こんにちは、クレアです。皆さんが今住んでいるこの世界は現実なのでしょうか？それとも平行世界、パラレルワールドなのでしょうか？考えると混乱してしまってわからなくなっちゃいます。でも実際にはそのような場面に直面した人以外はなかなか信じられないかもしれません。今回はパラレルワールドを身近に体験した話、そしてなんと当該者が行方不明になっている悲しい実話を2つご紹介します。シンジ君。子供の頃、毎年夏休みに入るとおじいちゃんの家に泊まりに行ってた。おじいちゃんの家は島根のすごい山の中で、周りの集落はほとんど親戚みたいな感じ。そこには同い年くらいのいとこが何人もいて、いつもみんなで一日中遊んでた。俺が小6の年、いとこたちと缶蹴りと鬼ごっこが混ざったようなルールの陣取り遊びをしていた。おじいちゃんの家の敷地はバカみたいに広く、隠れるところはたくさんあった。俺は物陰で二つ下のシンジと、俺が先に飛び出して踊りになり、その間にシンジが相手の陣地を取る作戦を立てた。そして俺は大声を上げながら敵陣に向かって突進した。陣地を守っていた敵が俺を捕まえようとして走り出したのを見て、シンジが敵陣に突進したが、寸前のところで敵に気づかれ、シンジは U ターンして逃げ出した。敵のいとこの方が逃げるシンジより数段足が速く、シンジがすぐ近くに立っていた蔵の裏に逃げ込もうとした時には捕まる寸前で、二人はほぼ同時に蔵の裏へ消えていった。その隙に俺は楽々と相手陣地を取ることができた。俺が相手陣地に立って大声で歓声を上げると、隠れていたいとこたちがゾロゾロと出てきた。蔵の後ろからシンジを追いかけていたいとこも出てきたが、シンジはいなかった。シンジは？と俺が聞くと、そのいとこはポカンとした顔で、消えちゃったと答えた。そのいとこが言うには、手を伸ばせば届くくらいの目の前を走っていたシンジが、蔵の角を曲がった途端いなくなってしまったんだという。俺も二人が蔵の裏に走っていくのは見ていたので、俺たちはゾロゾロと蔵の裏まで行ってみたが、シンジはどこにもいなかった。俺たちが隠れるところはだいたい決まってたんで、いろいろ探してみたんだけど、結局シンジは見つからなかった。日が暮れ始める頃になると、大人たちもだんだん騒ぎ出して、集落のみんなが懐中電灯を持って裏山とか近所を捜索し始めた。俺たちはおじいちゃんの家に集められ留守番をさせられた。重苦しい空気の中、いとこが、見つかるはずないよ、消えちゃったんだよといつまでも泣きながら言っていた。その後警察がやってきて事情を聞かれ、俺たちはあるがままに答えた。警察は怪訝な顔をしていた。その日の夜中、どうしても我慢できずに便所に起きた。広間からは明かりが漏れていて、大人たちの話し声が小さく聞こえていた。ちょっと安心して便所で用を足していると、静けさの中になんだかシンジの声が聞こえるような気がしてきた。俺の心臓が鼓動もだんだん大きくなってきて、用を足し終える頃には鼓膜の横の血管のドクンドクンという音の合間にはっきりと、助けてというシンジの声が俺には聞こえていた。俺は絞り出すようにシンジの名前を呼んだような気がする。するとシンジは、誰？見えないよ、ここはどこなの？と答えた。声はまるで
四方の壁から聞こえてくるようだった。本当はすべて恐怖から来る俺の頭の中での想像の会話だったのかもしれない。便所を出た俺はその後朝まで大人といてもらった。翌日もみんな総出で古い井戸や汲み取り便所の中まで探したが、結局シンジは見つからなかった。警察は不審者の目撃情報なんかを集めていて、誘拐と事故の両方で調べていた。俺たちの意見は当然ながら無視された。俺は予定より早く東京に帰ることになった。帰る日におじいちゃん家の縁側から庭を見ていたら、おじいちゃんが飼ってた犬が尻尾を丸めて怯えたように蔵の壁に向かって吠えながら、気が狂ったように下の土を掘っていた。その後も犬の様子があまりにもおかしいので、その蔵は解体され、蔵のあった周りの土も1メートルくらいの深さに掘って調べてみたが、何も出なかったらしい。翌年俺は中学生になり、夏休みにおじいちゃんの家に泊まりに行くのはやめた。シンジの消息は不明のままだ。もう10年前の話だけど、未だにシンジはどこか別の次元で生きていて、帰れずにさまよっているような気がする。アレルグセ？ A さんが小学生の時、積極的だった A さんは休み時間に校庭でみんなとドッジボールをして、チャイムが鳴ったので一番に教室に駆け込んでいった。クラスの子全員で遊んでいたので、当然自分が一番だと思って教室の扉を開くと、全員が着席をしていて、担任の先生が心配そうに、 A さんどこ行ってたの？みんな心配して探したんだよ、という。 A さんはわけがわからずに、え、でもチャイムが鳴ったので校庭から教室に戻りました、と答えたけど、実はその時 A さんは一日行方不明の状態で、この日も家に帰ってこなければ捜索願いを出そうとしていたそうです。結局原因は謎のまま時は過ぎて、 A さんが大きくなって看護婦さんになってから、夜勤が終わって一人で車を運転して家に帰ろうとしていた時、真夜中で周りにあまり車が走っていない、いつも通るトンネルを通り抜けたら、途端に目の前に海が広がっていて、海沿いの道路に出ていた。 A さんは神戸在住で山方面に向かって走っているのに、突然の海に驚き、場所を聞こうと近くのコンビニに入って確認したところ、そこは日本海沿いの町だった。仕方なくコンビニで地図を買って、半泣きで一晩かけて自宅まで戻ったそうです。ちなみに A さんは地図を買ったコンビニのレシートを取ってあって、どう考えても仕事が終わってからレシートにあるコンビニまで、レシートに記載された時間には行けるはずがなかったそうです。それから A さんは仕事を辞めてオーストラリアに留学したそうです。私の後輩はずっと A さんと手紙のやり取りをしていたそうで、それがある日突然連絡が取れなくなってしまって、心配した後輩が A さんの彼氏に連絡を取ったところ、彼氏とも音信不通になってしまったので、実家に問い合わせてみたら、オーストラリアで行方不明になってしまったとのことでした。A さんの家族は、オーストラリアの警察も行方不明だけじゃ捜査できないと取り合ってくれず、直接現地に赴いて周辺を調べてみたけれど、もともと積極的で明るい A さんは周囲の人にも好かれていて、計画的な事件に巻き込まれる可能性は考えられないとのこと。残るは突発的事件に巻き込まれた可能性だけだけど、住んでいた部屋の様子を見てもふといなくなったような感じで、強盗とか出先で
とか言った感じではなかったそうです。結局 A さんは今も帰ってきてないそうなんですが、その彼氏も私の後輩も元々がそんな過去を持っている子なので、いつかふと帰ってきそうな気がするそうです。いかがでしたか？こんな話聞いたら怖いですよね。一度パラレルワールドに行った人は癖になるのか？だとしたら大変。思想癖があるということ。しかも無意識で強制的に。これはかなりやばいですよね。皆さんの中でパラレルワールドらしき体験をした方はコメント欄でぜひ教えてくださいね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。